チョコレートプラネットの永田が体調不良を報告。発熱でヒルナンデスを欠席し、鼻血も出たという。検査では異常なしで、温泉、うなぎ、相方の向井への会いたいという思いを綴った。三菱重工の北条が都市対抗野球で猛打を披露。120メートルの豪快なツーランを含む2安打5打点の活躍でチームを勝利に導いた。3回にインコースの速球を左翼スタンドへ運ぶと、7回には満塁から2塁打を放った。元阪神の北条は戦力外通告後に社会人野球に移籍し、見事な復活を果たしている。滋賀県草津市の小学校グラウンドで小学生と衝突して怪我をした80代女性が、2人の男性、当時小学生、都市を相手に起こした損害賠償訴訟で、大津地裁は2人に88万円の支払いを命じました。男性2人は下校時、グラウンドゴルフをしていた女性と衝突し、女性は転倒して骨折しました。裁判所は男性2人の注意義務違反を認めましたが、女性にも過失があったとして賠償額を6割減額しました。市側の過失は認められず、訴えは棄却されました。